一番スモークサーモンの中ではオーソドックスなタイプで、私もサンドイッチを組み立てるにあたってオーソドックスな組み合わせを召し上がっていただきたいなと思って考えました。まずプレーンベーグルを使います。でそれにやはり欠かせないクリームチーズを、用意しました。でその他に、レタス、それから、赤玉ねぎ、それから、トマトを挟んで、サーモンを使っていきたいです。で次こっち行きましょうか。こっちはパストラミサーモンなんですね。パストラミといえばビーフパストラミっていうものの方が有名なのかなと思います。保存性を高くするための香辛料を使ったパストラミスパイスっていうものが周りについているタイプのスモークサーモンです。その香辛料の味を引き立てるためにクリームチーズはもう絶対かなと思って入れてるんですけど、味はあっさりしてて食感が面白いタイプ2つのタイプの、野菜を用意しました。こちらが、ブロッコリースーパースプラウトで、こちらが香辛大根です。パリパリしてるし、ここがもしゃもしゃしてるのでサーモンの食感とは全く違う感じで、味も邪魔しないで食べれるのかなと思ってます。じゃあ最後にこちらの、グラブラックスっていう、これは聞き慣れない商品というか名前だと思うんですけど、ハーブですね。大体これはディルが多いんですけど、ディルは私の大好きなタイプの香りのいいハーブです。ハーブが入ったサーモンはちょっ と、クリームチーズの酸味とかよりもサワークリームの酸味の方が合うかなと思って、まあどちらでもいいんですけど、このビーツを使ったことによってちょっと甘くなっちゃうので、サワークリームの酸味の方が合うかなと思ってまずサワークリームを塗ります。その他に今日ご用意したのがビーツなんですけど、ビーツはちょっと甘すぎるのでワインビネガーでマリネしてます。こんな感じで今日は組み立ててみました。サーモンとビーグルと、そしてケーパー、玉ねぎはやっぱりあった方がいいですね。生の方がいいかなとか、生でもいけるかなとか、生でちょっとお酢かけぐらいだったらいいかなとか、まあ茹でるだけだったらいいかなとかいろいろ考えたんですけど、やっぱり加熱してマリネするのを選びました。あ、じゃあこれ作られた、加熱してマリネしてあります。これはズレのアイスじゃなくて、これがただ茹でただけのやつで、やっぱ美味しくないですよ。これだと甘すぎるんですね。でこれは、生で塩とワインビネガーなんですけど、硬いんですよね。多分ベーグルより硬いから食べにくいんですよね。このぐらいの厚さを乗せると、例えばこう来た時はまあある程度、なんでこのバランスのことを言ったかというと、ディルの味って割とデリケートなので、あんまり別のものを加えちゃうと味が分かんなくなっちゃうかもしれない。このぐらいでいっておきますか。もうちょっとこれ薄めにしますか。はい、そうですね、ちゃんと味がそれぞれこう後追いでちゃんときます。逆に面白いですね、この味は。もうこれこそ足し算ですよね。アクメのサーモンのおかげです、本当に。